ちょっと待っては、第二次世界大戦時のアメリカ陸軍航空軍第98爆撃軍第344爆撃隊に所属した B-29 爆撃機の機名。短縮して、ちょっととも呼ばれていた。機長は、ウォルターリーチ隊。ノーズアートは横倒しになった J の文字の上で中指を立てる裸の女性。機名は何度か変更されている。ちょっと待っての他には、 ザビックがスバード。こちらのノーズアートは、伝部が強調された鳥が爆弾を投下している姿。もう一つは、ハーツデザイ屋で、ノーズアートは胸を裸けた女性の座図悲鳴の変遷がどの順番であったかはわからない。第二次世界大戦を生き延び、朝鮮戦争にも参戦した。テニアン島に展開していた当時の写真が残されている。 朝鮮戦争さなかの1952年3月31日、横田基地から出撃したところ、離陸4分後に、基地から6マイル北西の大門村付近の丘に、激突。大破炎上し、搭乗員11名中9名が死亡した。回収できた遺体は2名だけという大事故で、機体は、修復不能と判定され、そのまま処分された。開発と、方。 ボーイング B-29 ナ、no. ン52分輪道世界の傑作機2002年2月5日1995からご飯第3冊22ページマンロバート A ザビー -29 スーパーフォートレスクロノロジー1934から1960マクファルランド P253 ISBN 9780786442744 B-29SZ フルーインザコリアンウォー。S, s 2011年6月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年8月19日閲覧。 h t t p w w w k o r e a n w a r e d u c a t o r o r g s l a s h t o p i c s p 2 9 s l p 2 9 s l a s h h t m h a t h t t p w w w k o r e a n w a r e d u c a t o r o r g s l a s h t o p i c s スラッシュ B29S スラッシュ BB29S ロシズパーソネル HTM ありがとうございます。